今悩んでる今後の YSK チャンネルどうさせる仕事多忙で深夜に道をかける毎日に会っても胸に秘めるやっぱりみんな届けたい YSK チャンネル北京がエレには負けられねえあいつは俺の動画に出れ出れ要するに今瞑想中方向探しの振動中自分の居場所ゴール夢中現在地探索満載中考えてるよ四六時中自己表現に無限夢中要するに今瞑想中方向性探しの振動中瞑想中紹介したような神社とお寺パンにつけるのはヌテラ帽子はいつもニューエラ家具を買うのはイケア腕の扱いは虫けらステーキはミディアムレアご覧の通り中身ペラペラだけど今後に期待チェケラ